YouTube ブレイクおじさん。このおじさん YouTube で人気らしいぜ。見てみよう。カメラで自分を撮って。別の日。また別の日。飲んで。誰かと言い合ってる。が。このニヤリ顔がなぜか再生回数200万以上の大ヒットとなった。この後謎のニヤリおじさんの正体を探るためフィリピンへ突撃取材。おじさんはどうしてニヤリ顔を撮ったのか気になる。本人に直接聞いてみよう。YouTube からコンタクトを取るとおじさんはフィリピンに住んでいることが分かった。早速自宅を訪ねる。Oh, hello, yes. I came to Japan. Oh, Japan. Come on, Mr. Kamisai. My name is Jerry. 間違いなくニヤリおじさんだ。本名はジェリー・アラン・ギランさん。職業はなんと漫画家。それもフィリピン国内ではかなりの売れっ子。黒澤明の大ファンで映画のようなスケールの大きい漫画を描いている。それでは早速本題に。どうしてニヤリ顔を撮影したんですか？あれはストレス解消なんだよ。漫画を描いてるとどうしてもストレスがたまるんだ。だからたまにバカなこともやりたくなるのさ。動画も撮れるデジタルカメラを買い、楽しくて仕方がなかったジェリーさん。変な顔を撮っては家族に見せて喜んでいたのだが、面白半分に YouTube に投稿したところ、たちまち大ヒット。特にニヤリ顔はフィリピンのテレビ番組でも取り上げられるなど、本業の漫画より有名になってしまった。調子に乗り、インターネットでニヤリ T シャツも販売。売れたのは10枚かな。残念、不発。というわけだったんですね。まあ、気になる映像はいろいろあったと思います。